ちそうさまでした。こちらこそありがとうございます。とか家に洗濯物ないからずっとコインランドリーなんですね。そうなんですよ。そのまま乾燥機かけて、でここゴミ捨て場なんですけど、もういつもここに捨ててたんですけど、はい、なんかこの前おばあちゃんにあんたここじゃないでって言われたんですよ。ってことは住むとこ把握されたんじゃないですか。なんで知って向こうやでって言われて、いらっしゃいませ、洗濯物を入れ効果を投入してください。コインランドリーってほとんど使ったことないんですけど便利なんですか。あ、やっぱ便利です。それはそれで干すんです。もう一回、いやもう干さないです。ちょっと湿ってるぐらい、ちょっと湿ってるぐらいがいいんです。全部は乾かないですよね、やっぱり。ここはもうめちゃくちゃ暑いですから。もう昭和40年の神田川ですね、マジで。めちゃくちゃ暑いっすだ。いいですよ、なんか。いや、なんか、自立してるなって思います。そうですね。もう慣れました、一人暮らしは。まだちょっと寂しいですね。寂しいですか。やっぱ呪物だけでは、寂しいですね。やっぱりたまに見栄えが思い出します、ね。いや、ごちそうさまでした。はい。喜んでいただけてよかったです。あの応援してくれる方々がくれた、くれた。お菓子もすっごい美味しそうなチョコだ。いただきます。どんな感じで進めていくとか考えてるの？これしたあれしたとか。あ、それはあのいろいろ考えてる。深川の顔みたいなので歩いて、だからちょっとずつ深川のお店に俺よく行ってる場所そばとかあるやんか。うん、そこにあの話しかけたりして、うん、でちょっとこう関係ができたら、あの年がゆく行きたいなと、うんうん、今多分俺の方が顔知れてもん、ね、そう短期間でえぐいで俺が暮らしてるのに知り合いの店連れてってくれるとかは住んでる人がやることですね。そうでしょ。あと歩いてたら声かけられる。すごい。 いや今日もな、食材買いに行ってて、一人な、結構可愛い女の子は、ずっと見てた。え、怖っ。なんで？いや、多分俺、見てた。じゃ、なんか知ってるんやと思う。あ、じゃあ、この店、家の近くの店の人。いや、わからへんけど、ずっと見てた。タレントとして知られるんじゃないですか。いや、違うと思うんですね。いや、だから、アップス修正が、なんか、びっくりしてた、ね、顔は。え、そう。え、あの怪談師の。っていうことは、田中さんと一緒におったら、田中さんも知ってるってこと。うん、だから階段じゃないかも。あの俺の方は一切見てなかった。見てほしかった。俺はずっと目合わせようとして。怖い、それは怖い。そういえば、深川のさ、そのあっちの大通りのところにさ、うん、一軒家貸してくれるっていうのあるんだけど。あれ、でも高いやろ。ちょっと高いかもやけど、もう、呪物保管部屋何人かでとかっていいんじゃん。何人かではええよ。霊柩車もあるし、うん、そうそうそう。呪物の保管部屋に一軒家なんですか。一軒家、都市が一軒家に住んで、こっちが呪物の保管部屋では行けない。普通そうや、普通そうや。都市にはまだ早い、ね、はい、ていうかチョコめっちゃうまいな、これ。これうまいな。ピエール・マルコリー、あ、シミショコラ、それも食べてみたい、うん、なんか僕らの知ってるお菓子が、うん、いろいろこう味違いがいっぱい出てるんですよ、最近、うん。普段全然お菓子食べへんから、田中さんちでばっか食べてる、うん。まあ食べてるのは後ろの。そう。あ、そう、食べさせられてる。でもチョコはすごい好き。うん。なんか、もうチョコ食べちゃってて平気で行くんですね。なんか結構言われましたね。なんか、ヌエの YouTube で紹介しよう。素手で行くから。あ、素手で行くんや。うわ、パリの実すごい。めっちゃうまい。違いますかね、やっぱ味。パリの実食べ比べ。これは通常のやつですね。お、うん、あ、めっちゃうまい。うん、俺、シミチョコの方が好きかも。確かに、シミチョコうまい。うん。あ、うんうん、結構ビターなのが好きみたいで、ちょっとそれ何？これあれですか？軽そうですね。軽いんですよ。ポンっていうのかな、肩にはめて
うん、チベットの、あの、位牌。位牌。お坊さんが亡くなった位牌、うん。亡くなって焼いた位牌。うん、とこねて作ってるんです。あの、匂いが移動するの。ああ、これ自体すごい匂いだな、うん。めちゃくちゃ臭い匂いが、たまに、ブワーって出てくるんですよ。ああ、言うてたやつ。言うてた、言うてた。チビル君が結構するみたいな。チビル君とゲタさん。だから、うん、ゲタさんが布団で、ここ臭いって言ってたやつだね。うん、あれ多分この人も。それ科学的になんか出てきてるってことですか？いや、じゃなくて不思議な感じ。これ自体はすごいいいよ。この人が歩き回るんですよ。ああ、なるほど、なるほど。ここら辺、結構手伝いましたもんね。ていうか、声が一般と上がってるんですか？っていうか、全部やったよ。だって最初来た時ね、もう散乱してましたもんね。次来た時びっくりしましたよ。美術館みたいになってると思って。確かに、本当、ゆくゆくはもうパンパンがありますね、これは。早めに手、うさんと。でしょう。ちょっと近々それもやっていこう。うん、物が忘れちゃう。アプスーさんとチビル君呼んで、一斉にやらなか。俺見とくから。チビル君まとめるのが、うん。引っ越し業者と思ってます。この後ろの方に、ちょっと紐を通して、ここの壁に揺れんようにっていうのをちょっとやっとかね。ああ。結構今でももう、軽くやっただけで動くから。多分あれ右のやつは一瞬で落ちますね。うん、おしら様だけは何とかしてやりたいですね。そうそう、おしら様割れたらもうめっちゃ怒られるで。めちゃくちゃ叩かれる。松台までって言われたのに一台でもう。あの口が曲がるって言われるんで。嫌だな。これでこれだ。それそれありな気がする。たたられました。たたられました。めっちゃ説得力あるじゃないですか。血が曲がる階段で、あのスピードワゴンの小沢さん怖いの持ってますよ。今度聞きに行きましょう。怖いですよ。小沢さん階段、あ、まあ、あのね、その階段っていうか、まあ、ちょっと一コアに近い。結構そういう話持ってるんですね。好きなんですよ。あ、そうなんだ。今自分の YouTube でも、あのキックさんいるじゃないですか。年であの人ずっと呼んでて。キックさんおもろいですよ、ね。おもろいです。何やったっけな、俺好きなやつ、あの、長渕剛さんの、ピーピーピー、トンボでしたっけ？ピーピーピーって、あれが UFO 呼んでる。そうそう。UFO 呼んでる。UFO。今、6割呼べるらしい。確率高いんや。結構確率高いらしい。テレビで UFO 呼ぶ企画あるじゃないですか。結構来てません？結構来てますね。なんか思った以上に結局現れなかったって落ちかと思ったら、うん、なんか見える見えるみたいなんで終わってること結構ありますよね。なんか出てきてますね。あれ何なん実際のところ。マジで結構来てくれてるってことじゃないですか。そういう結論なんです。村さんって、はい、あの、たけしさんの。あれで生で呼んでたもん。ああ、すげえ、うん。村さん泣いてたもん。初めて来た。テレビではね。テレビでは。生では。いつも撮ってたはずやねんけどなと思ったけど、まあ生では、うん、ほんまに UFO で宇宙から生命体とかが来たら米軍が黙ってないと思うんですよ。さすがにレーダーでそれ入ってきたら、ああ、だからレーダーに映るわけないじゃないですか。なんでそんなに思ってるんですか。こう思う。なんかその時点でバカにしてますよね。バカにしてない。レーダーに映るわけないじゃないですか。そっか、ね、田中さん歌ってますよ。そうやな、うん、その進んでるもんな、うん、だって最初そうですね。日和見知り。逆に地上から上がってきてる説ないんですか。あ、地底から。なった、込められた。ちょっとこれ激しないですか。ちょっと情緒不安定。地底から、だからマジンガー Z みたいな感じで。あ、でも地底説はあんのか。来たからしっかりだから。いや来たらいいよ。そっからガラガラって。そうそうそう。いや、いいよ、メインブラック。いいよ、来て。全部消せられますよ。なんでこんな家に住んでんねん、俺、みたいな。え、神戸おるんちゃうんかい。俺、怖い。どこまでの気を消されるの。あれ、結構短時間でした、メインブラック。そんなにがっつりじゃない。いや、でも、何年もちゃうんですね。田中さんやったら結構なんか、結構消さなかった。ちょっと間違えて、あれって効き目すごいみたいな。階段やる前の階段を2014年ぐらいまで、一番いい時のやつ全部消されてる。あ、でも地底説もあるもんな。海底説ね。あるある。地底は地底で分からない。降りてきてんじゃなくて上がってきてる。空洞説みたいなのあるやんか。ロマンあるよな。空洞説大好き。だから、シャンバラな、シャンバラ。うん、行っ
ってみたいよね、シャンバラ。チベットやで、ね。なんかな、マルコ・ポーロの本あるやん。うん、ジパングまで来る。結局ジパングがどっかと間違えて、ジパングまで来てないんだけど、そのチベットの辺で、シャンバラに行く方法あるよって言われてで、シャンバラってその桃源郷に近いで。どうやって行くんですかって聞いたら、政治家を二人殺すんだって言われて。じゃあシャンバラの扉が開くって。なんか思ってたのと違う。シャンバラ。だ俺、まあ、話長なるからちょっとかいつまむけど、レプティリアンを見てるやんか。見てる。昔、うん、あの天王寺の不立体育館で一回会ってるんですよ、うん、ステージに。で、そいつが結局北朝鮮のパクトーさんにツアーで行きましょうって言ってたから、はい、北朝鮮は結構俺怪しいと思って。あ、でも UFO が結構目撃されるっていう話はあるもんな。うん、実はそういうの隠すための国家みたいな。ねえ、だって、じゃないと、おかしすぎるやん、あれ、うん。俺最近見てて、キム・ジョーンが、ええ日があったんですよ。まあ、党大会みたいな。党大会。白い馬乗って、ブ、うん、ワーって走っていくのやん。ドローンみたいなやつで、遠くから撮って、また近くから撮って、またブワーって行くんだけど、あれ見た時に俺、あ、こいつ YouTuber やなって。どうしたか、今日は。いや、今日はもう美味しいご飯食べれたから、あれですし。よかったです。今後も年が行く。いや、もう年が行く、うん、もう俺はもう押してますから。皆さん、年が行く、チャンネル登録、お願いします。お願いします。